はい、どうも皆さんこんにちは。本日もモンスターハンターの動画を撮っていきたいと思ってます。で、今ですね、心眼バグって言われるものがかなり流行ってます。これ見てもらったら分かる通り、数分おきにみんなツイートしてるんですよ。これすごくないか。もう心眼バグ、心眼バグ、心眼バグみたいな。今おそらく一番ホットな話題じゃないかなと思いますね。もうパッとスクロールするだけでこれだけ出てきますからね。いやー、とんでもないことになってますよ。ただこのバグっていうのがですね、そんなにデメリットはないバグになっていて、じゃあどういったバグかっていうところを話していきましょうか。まあ、心眼バグっていう単語は見たけど、結局これってどういうものみたいな、多分そういう疑問抱いてる方多いと思うんですよ。ですので、そちらを話していきたいと思っているわけですが、ちなみになぜ心眼バグっていう名称になったかは不明ですね。誰が言い出したかはわかりません。気づいたら、心眼バグっていう、こういったワードが、ツイッターやネット上で、かなり話題になってます。ではこれ具体的にどういったことが起こるかっていうところなんだけど、例えば、タル爆弾ありますよね。タル爆弾上から投げます。で、その爆発時に、広範囲にモンスター接触の判定が発生するみたいなんですよ。それによって、例えば片手剣であれば、比叡ありますよね。まあ、他にも色々あるわけなんですが。そういった踏みつけ攻撃が行えるっていう、そういったバグになってます。今非常に盛り上がってるわけなんですが、これはタル爆弾じゃなくても行うことができるみたいですね。まだこの心眼バグっていうものが発見されてまだ数時間なんで、現時点では分かってない部分も多数あるんですが、ただ少なくとも心眼バグというより、どちらかというと判定バグっていう言い方の方が正しいのかな。で、なぜこれ心眼バグっていう名称がついたかっていうところなんだけど、多分すごく単純で、心眼をつけることで発生するからですね。なのでまあどちらかというと心眼判定バグみたいな、そういった名称の方が正しいかもしれませんね。まあそういった背景もございまして、次回のアップデートで修正される可能性があるんじゃないかっていうことが言われてます。ただこのバグに関しては面白いだけで特にぶっ壊れってわけではないんで、もしかするとワンチャン据え置きの可能性もあるんじゃないかなと思ってます。はい、ということで今日の動画この辺りで終わっていきましょうか。まだチャンネル登録お済みでない方がもしもいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからも動画を見ていただければ幸いです。よろしくお願いします。おそらくモンスターハンターやってる方であればチャンネル登録しておいて損はないと思うので、ぜひ気軽によろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。じゃあねー。